はい、こんにちは、くんです。ということでね、まあ、ちょっと俺実は2週間ぐらいマイクラをやんない時間を作ってて、マイクラってもう全てのね動画とかをやらない時間を作ってて、その期間にね何をしてたかっていうのね言わないようにしてたんだけど、まあ、ちょっとちょっと待ってね、ちょっと画像の準備が悪かった。ちょっと待って何小太郎止めてんの別に小太郎用ないよ、今から話す話。別に小太郎関係ない。ちなみに何も。何も関係ないから、君。君いなくていいよ、ここ。チタンだけちょっと俺の前に来てくんね。チタンは関係あるから。あと、カメスタ君と、パイチと、ニシとか。あとは、マースター。いや、普段さ、やっぱ50人クラフトを運営してるのって誰だと思う、みんな。まあもちろん、クンさんなんだけど、それは。でも、やっぱコマンド勢のさ、まあ、おパイチとかさ、の協力がないと、ま、できないことって多いじゃないですか。だからね、ちょっとコマンド勢を、感謝の意を込めてですね。ちょっとこんな感じで、ちょっと、ごちそうを食べに行ったんですよ。ちょっとコマンド勢は頑張ってるからっていうので。で、まあ、コマンド勢全員で行って、まあ、コマンド勢の中にちょっと来れない子もいて、場所がさ、関西だったから、だから、まあ、ちょっと来れない人もいたんだけど、誰だっけ来たの？関西勢のコマンド勢は全員誘ったんだよね。西と、カメスタ、マース、チタン、オパイチ。で、飯食ったんだよ、実は。ん？西と、カメスタ、マース、チタン、オパイチ。あれ？コマンド勢って、チタンだっけ？関西コマンド勢。ボデジ？あと、にゃん、ボテチとにゃん、ドル。実は、ちょっとこれ、まあね、最初から話そう、ポテチ。ポテチも実はコマンド勢で、関西在住なんだよ。でもなぜこんなことになったかっていうと、まず、あ、カメスタ君とまず飯を食おうと。いう時に、なんか、ニッショ君が来たのよ。で、ニッショ君もじゃあって言って。で、オパイチもじゃあって言って。で、コマンド勢飯っていうので、で、それで、オパイチが、コマンド勢って誰かなって聞いたら、オパイチ、マース、カメスタ、ニシと、カッコ、ポテチって書いてて、ポテチカッコ。だから、ポテチって、コマンド勢じゃないのかなと思って、俺が。もう一人やったらいけるよって言って、で、オパイチが、なんかチタンと、その、事前に会ってたから、じゃあ、別に人数余裕あるよ、俺電話するよって言って、チタンもかわいそうだし、チタンも来ればって言って。で、チタンもそのコマンド勢として、これからやっていくって話をして。チタンだからコマンド勢だよ、これから。OP 持ちだね、これから。チタンは。OP 持ちのコマンド勢。で、ポテチは、いや、ポテチすまん。なんか、こんなことになってしまって。なんでカッコで書いたんだっけ？なんか面白いやりとりがあって、どっかに。羽振り？中学？いや、ポテチ落ち着け。一回落ち着け、落ち着け、一回。一回落ち着け。え、顔つけ、大丈夫。一回大丈夫。今日しかも、のじゃじゃもいないから、ジャッジする人もいないから、今日はまだ分からん、それがどうなのか。一回耕すか。ちょっと、一回耕そう。一回耕さんとちょっと分からん。一回耕して、今まで頑張ってきてよかった、本当に。これからも頑張ろう。え、ちちゃんとかマジで意味わかんない飯だったからね。やばい、みんなだっぺになった。ただ飯食っただけだよな、チタン。ただ飯食いに来ただけっていう。で、なぜかコマンド勢で関西在住のはずのポテチが誘われないままみたいな。あ、やばい、来た、のじゃじゃ来ちゃった。やばい、来た。のじゃじゃ、ちょっと実は、ちょっと、事件が起こって、俺とコマンド勢で飯を食いたいっていう話になって、俺と西戸くんとカメスタと、オパイチと、マーズくんで、飯食ったのよ。で、まあ、関西に来るからっていうので、まあ、せっかくだし、つって、チタンも誘ったのね。チタンも会ってたから、オパイチが。で、実は、これを開催する前段階で、コマンド勢って誰がいるんだっけって俺は聞いたときに、今言ったみんなの名前、プラス、カッコしてポテチっていう風な名前になっちゃったのよ。カッコ。鍵カッコポテチみたいな。で、それでポテチが誘われないまま、席の空きがあるまま、まあ、こういう形になっちゃって、これ、省き？これ。これ、どっち？これ。のじゃじゃち的にこれ、省きになる？これ。誘わなかった理由は？なんか、コマンド勢だけど、まあ、そこまでコマンド勢じゃないかなみたいな。わかる。いや、おめえは全然違えだろ。名簿の名前がポテチカッコだった。
ならいいんじゃない？ハブキじゃないらしい。でもチタンいるよ。チタンいるか関係ない。ハブキにはならん。チタンコマンドできないよ。チタンいるせいでコマンドの、あ、そういうことか。チタンがいるからコマンド飯じゃないから、別にポテチ誘わないのは普通だと。あー、ただその場で都合があった人の飲み会になったということ。あー、頬の抜け穴。あー、なるほど。のへー、うーん、まず友達ではない構文になっちゃうなこれ。いや、コマンド攻めしてうるせえな今。丸く収まろうとしてたのに。まあ今度あればな、ポテチも関西で、もし今度あればだな。ネクストコマンド飯。ポテチどこ住み？あ、カッコをつけたあいつは友達ではなかったのかもしれない。ポテチ、あ、ロブスターうまかったな。ロブスターうまかったし、肉うまかったな。肉美味しかったね。めっちゃうまかった。まあ悲しんでるならいじめだね。なるほど、なかなか難しいな、のジャッジも。まあちょっとそれはまあ本人に今度聞かないと分かんないね。ていうか今さ、ジャラムとレテンもなんかさ、東京いるっしょ。なんかムカつかね。 MS なんかかわいそうなんだけど。 MS めっちゃかわいそうじゃない？なんかピエロじゃん。 MS ピエロじゃん。 MS 一人でおにぎり食べてたピエロじゃん。3人仲良しかと思ったのに、なんでそんなことになっちゃったの。すまんな MS。え、ちなみに、なんか、ジャダムが買ったあの服って本当に着てったのかな？まあ、帰ってから聞くか。本当に買ったのな、ピンク色の服。あの、虫食いの服。ガチらしい。やべえな。え、ケイン、二人になんかおごってあげたの？何おごってあげたの？ヒルズで受賞歴のある、またハンバーガーか、こいつ。こいつ、また、またハンバーガー食わせてんのか。人にもハンバーガー食わせんのか。ハンバーガーしか知らない男。なんかあれだな、そろそろ動物クラフトも終わりということで、佳境に近づいてきたな。 OP くれね。そうだな、はいはい。確かにコマンド勢だしな、チタンも。え、だってコマンド勢だろ、だって。まあ管理じゃない。おじさん、ポテチ入ってきたぞ。僕このサバで OP もらってないんですが。あ、チタンはポテチのアクセスを禁止しました。ジジ、かわいそうだから解除しときます。それはいじめ。はい、録画終わりました。ちなみにポテチ呼んだら来てた、呼んだら来てた、そのメンツで。日程による、日程によるってことは、まあ少なくとも日程によって都合が合えば、ワクワクで来れたってことか。かわいい。まあなんかちょっとどうしようかなって思って、マジで悪ノリでハブったの。いや、なんか悪ノリでハブったっていうか、なんかまあなんか ポテチコマンド勢じゃないのかみたいな感じの認識だったね。チタンはその当日のノリ、チタンは来る予定じゃなかった、そもそも。キャスやろ、チタンは来ない予定だった、そのまま。最近西戸先生より働いてると思うが。確かに梱包だな。じゃあよし、じゃあ次が、関西クンキッズオフを開催します。それ知ってる。